アイブフワールドカップ、アイブフワールドカップ、ベースボールワールドカップは、1938年から2011年まで開催されていた野球の国際大会、国際野球連盟、アイブフが主催していた、出場選手は1994年大会までは、アマチュア限定で、続く1998年大会から、プロ選手の参加が解禁になって、以降は、マイナーリーグや、 日本プロ野球の選手らも出場するようになった。ただ、競合国であるアメリカ合衆国や日本のナショナルチームにトッププロ選手が参加することはほとんどなく、大会は事実上のアマチュア世界一決定戦という位置づけだった。また、日本の大学野球は国内リーグを優先し、参加は消極的で社会人野球の選手が中心となって、チームが編成されていた。 開催頻度は時代によってまちまちで、2001年大会からは2年に一度、奇数年に開催されていた。ナショナルチームが出場する、アイブフによる世界規模の野球大会は、これと1973年創設のアイブフ、インターコンチネンタルカップ、そして1992年のバルセロナ大会から始まった夏季オリンピックの3つあった。21世紀に入って、 オリンピックでは2008年の北京大会を最後に実施種目から外され、一方でメジャーリーグベースボール主導のワールドベースボールクラシック WBC が2006年創設されたことから国際大会の再編が進んだ。この結果アイブフワールドカップは2011年大会を最後に廃止となり、これに代わって WBC が正式にナショナルチーム世界一。 決定戦として認定されることになった。またこれとは別にから WBSC 主催の世界大会 WBSC プレミア12も開催されている。第1回大会は1938年8月にイギリスでイギリスとアメリカ合衆国の対抗戦ジョン・ムーアズ・トロフィー、ジョン・ムーアス・トロフィーとして開催されイギリスが4勝1敗で勝利した。翌には アマチュアワールドシリーズ、アマチュアワールドシリーズとして、第2回大会が、キューバで行われ、イギリスに代わって、中米の地元キューバと、ニカラグア参加した。ここから参加国は、中米諸国が中心となり、中米地域での開催が続く。1970年の第18回大会には、イタリアとオランダが初参加し、ヨーロッパから実質的に初めての出場国が、 登場した。さらにその2年後の第20回大会にはアジアからの初出場国として日本を大会に参した。だが、この第20回大会の開催国だったニカラグアで閉会式から18日後の12月23日に大地震が発生する。これにより、ニカラグアに義務付けられていた国際野球連盟のファイバへの大会決算、報告をくれたことで連盟内で マヌエル・ゴンザレス・ゲラ、キューバとカルロス・ジェイ・ガルシア、ニカラグアの対立が先鋭化、最終的にガルシアを支持するグループがファイバから離脱してフェンバと右心組織を結成し、連盟が二つに分裂することになった。1973年にはファイバによるアマチュアワールドシリーズとフェンバによる世界選手権ワールドチャンピオンシップの2大会が行われ、フェンバはよくにも 世界選手権をアメリカ合衆国で開催した。二連盟の分裂状態はファイバに加盟しながらもフェンバ加盟諸国ともパイプを持つメキシコのミゲル・オロッペサによる仲裁を経て1976年1月に統一組織アニバを設立したことで解消された。大会は世界選手権として1978年には第25回大会がイタリアで 1980年には第26回大会が日本で、1982年には第27回大会が韓国でというようにアメリカ州以外でも開催されるようになってった。1988年10年ぶりのイタリア開催となった第30回大会から名称がワールドカップに変更された。1998年の第33回大会からは プロ選手にも門戸を開き、続く2001年の第34回大会からは使用するバットも金属製から木製に変更された。この大会では日本代表に井口忠人や高橋義信ら複数の同国プロ野球 NPB トップ選手が名を連ねた。ただこの大会ではキューバが大会7連覇を達成し、日本は4位に終わっている。その後は、 日程の都合もあって NPB から選手が派遣されることはなかった。また、世界最大のプロ野球リーグであるメジャーリーグベースボール MLB は選手を出さず、その参加にあるマイナーリーグからの派遣にとどまっていた。2006年3月、MLB 主導による新たな国際大会として第1回ワールドベースボールクラシック WBC が開催された。 この大会は予選を行っておらず、主催者による招待で16カ国が出場。デレクジーター、アメリカ合衆国やアルバート・プホルス、ドミニカ共和国、ヨハン・サンタナ、ベネズエラやイチロー、日本など、ワールドカップには出場しない、メジャーリーガーが多数参加した。これがきっかけで、アイブフ内で国際大会の再編が議論されることになった。二0 1年には、アイブフ会長、 リカルド・フラッカリがワールドカップを WBC の予選として行うという案を MLB との競技で提案する意向を表明した。ワールドカップはこの間2009年の第38回大会で大会参加国が初めて20を超えた。2011年10月パナマで16カ国が参加して第39回大会が開催されオランダがキューバを下して初優勝。 同年12月、アメリカ合衆国テキサス州ダラスで、アイブフ総会が行われ、WBC が2013年の第3回大会から予選を導入したことから、WBC をナショナルチーム世界一決定戦と正式に位置づけ、ワールドカップは廃止とすることが決まった。このアイブフワールドカップでは、キューバが最多の優勝回数を誇り、圧倒的な強さを見せていた。 アジア勢の優勝はキューバ武産化の中で行われた1982年大会を開催国の韓国。日本は2011年大会までの間に16回の出場を果たしているが、1982年大会における2位が最高成績で優勝には届かなかった。ヨーロッパ勢は第1回大会でイギリスがアメリカ合衆国に勝利したを最後に優勝から、 遠ざかっていたが、第39回大会で、オランダが73年ぶりの優勝をもたらした。初代王者のイギリス代表は、その2年前の2009年に行われた第38回大会において71年ぶりに大会復帰果たしている。また、アフリカ勢では、1974年大会に、南アフリカ共和国が初参加を果たしている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。